ちらクリスマスソングになります。12月のクリスマスに向けましてですね、でこれもプリマーからレベル4まで出ていまして、同じような曲なんですが、編曲が変わっていきます。ですから、同じ曲を弾くけれども、その導入の子はこの形だけど、3年生になったらこんなふうに編曲ものが弾けるっていう形で、楽しめると思います。このくらいです。で、これ12曲中真ん中 C ポジションが、8曲なんですね。ですから真ん中 C ポジションの独譜のお役に立つと思います。まあ少し長く練習しますので、こちらもゆとりを持って弾くことができて、でゆとりがあるってことは、連弾をしても楽しめるんですね。でレッスンの時ってまあ、下のバージョンがついてるので合わせてあげますけど、生徒さんも、1週間練習してきて、なんかおっかなびっくり弾いてますじゃないですけど、やっと弾いていて、それに指導者が合わせるので、やっぱりある程度の緊張感ってあると思うんですね。ですがこうやって行事の方のデュエットっていうのは何回か合わせるので、本当に楽しんで弾けると思いますので、こちらもお楽しみいただけたらと思います。